皆さんこんにちは、やってまいりました、久しぶりの腹筋、特にあのアブローラーではなかなかね久しぶりだと思います。このチャンネルでやるのは、今回はそのアブローラーを使った1分半のトレーニングをこれから、紹介していきます。はい、まあどなたにでもやっていただけますし、ただアブローラーがちょっと必要になってくるんですけど、アブローラーがなくても、ちなみにタオルとか T シャツがあれば、やっていただけます。全く同じメニューで、ただ、滑る床が必要になってくるので、アブローラー持ってないっていう方は、ぜひタオル、もしくはまあ T シャツとかでもいいんですけど、何か滑るような生地を手に引いて、一緒にやっていきましょう。それでは皆さん、トレーニングの方を早速やっていきましょう。フィットネスに関する全てのことをシェアしている筋トレ専門ホームページを制作しました。トレーニングの方法からサプリメント、ダイエットのことまで全て知れるマルチウェブサイト、アーバンスタイルフィットネス。フィットネスや筋トレについてもっと勉強がしたいという方はぜひ遊びに来てください。皆さんお疲れ様でした。今回のトレーニングはいかがだったでしょうか。今回 のトレーニングのちょっとポイントをサクッと、紹介していきます。はい、まずアブローラーを使う時の注意点としては、体を反ったりしないようにしてください。体勢としてはこの内側に入れるのが一番、ね、あの基本姿勢になるんですけど、ちょっとでも反れてしまうと腰に負担がかかります。だから腰が弱い人は痛めたりすることが結構これであります。コメントでも、アブローラー始めて腰痛いとか、あと肩が痛いって方、まず絶対にちょっとお腹を含み気味でやってください。例えばイメージとしては、ちょっと誰かにお腹をパンチ、ね、軽くされるときに自然と身構えしますよね。こうちょっとこう体を、ね、内に入れて腹筋に力入りやすいように、このちょっと内に入っている体勢を常に保ちます。もう一つ のチャンネルブースアスリートでも、アブローラーのトレーニングは、ね、違う
やり方と、まあ、違うメニューでやっているんですけど、結構聞かれます。同じもの欲しいっていう方は、僕これ Amazon で買いました。興味があればリンク概要欄に載せてるので見てください。値段がね、確かこれ1600円ぐらいだったと思います。膝のこれパッドもついてます。はい、スポンサーとかじゃないんで。このアブローラっていうのは、普通のこの物を使わない自重でやる腹筋とどう具体的に違うのかって言ったら、アプローチのかけ方が全く違います。っていうのも、体勢がね、通常であれば、おへそがこう天井に向いてるに対して、おへそが下に向いて体を持ち上げるので、ストレッチが全体にかかります。特に正面ですね。マシンを使って腹筋をやってる感じに近いです、アブローラを使うトレーニングに関しては。で、自重で仰向けになってやるトレーニングではかなりのバリエーションが使えますし、負荷のかけ方も様々できるんですけど、こう均等に全体的にストレッチを大きくかけて、まあ、収縮運動を行えるっていうのは結構アブローラーが強いと思います。で、アブローラーは、初級向けではあまりないかなと思います。アブローラー自体がちょっと難しかったり力がいるので、女性の方であったりトレーニングあまりされてない方がアブローラー使うと最初ちょっと苦戦すると思うんですけど、慣れてくると、女性の方であったりトレーニングをこれから始めるっていう人でも、わりかしやっていると、まあ、2週間とか3週間ぐらいでは結構できるようになってきます。最初はちょっと進んで戻るみたいなことを繰り返して、まあ、やり方ってあるんですけど、成長するまでのこの2週間3週間の間にお腹も強くなっていくので、同時にやり方から、お腹の強化へとつながります。強化イコール、腹筋の形ができてきたりとか、まあ、お腹が締まったりとかっていうのも、同時につながってきます。僕はどっちも好きですね。物を使わない腹筋のトレーニングではかなりバリエーションができるのと、アブローラーの場合は結構ワンパターンにはなるんですけど、それでもやっぱり負荷のかけ方とか負荷のかかり方でいう と、なかなか自重でやれる中でもかなり高重量の設定ができるので、アブローラーの強みかなと思います。で、このトレーニングたった1分半しかないので、まあちょっと物足りないっていう方いてると思います。なので、この後もう一回いきます。今のこの僕のおしゃべり時間を休憩だと思って、2回目ラウンド2に入ってください。それでは頑張ります。